京都聖火学園中学校、高等学校は、京都府京都市左京区吉田河原町にある私立、中学校、高等学校。設置者は、学校法人京都聖火学園。2016年から、男女共学化に伴い、京都聖火女子中学校、高等学校から校名が変更された。女子校時代から、女子サッカー部や女子ラグビー部があるのが特徴で、 女子サッカー部は2014年の高校総体では準優勝している。他には2014年の第23回全国高等学校漫画選手権大会で決勝進出など。また、バスケットボール部でも様々な大会での成績を残している。なお、初夏の日々のご報は女学校時代の教師であった。ABC、京都聖火女子中、高画男女共学に16年度から。 京都新聞、2015年6月21日閲覧。ABC、110年の歩み振り返る京都、聖火女子中、画家で記念式典。京都新聞、2015年6月21日閲覧。AB、私立購入し、初の男子受験も京都府内でスタート。京都新聞、2016年4月17日閲覧。京都聖火女は、 逆転負けサッカー高校女子、京都新聞、2015年6月21日閲覧。京都聖火女、3位決定戦敗退サッカー、全日本高校女子、関西。京都新聞、2015年6月21日閲覧。京都成り明らかに、女子ラグビー部競合男子と合同練習。京都新聞、2017年6月18日閲覧。 京都聖火女は、聖和学園と高校女子サッカー。京都新聞。2015年6月21日閲覧。漫画講師園。京都聖火女子校など決勝進出。京都新聞。2015年6月21日閲覧。ありがとうございます。